刀関剣元、室町時代、16世紀、東京国立博物館像、孫六剣元は、室町後期に、美濃国麦軍関里で活動した投稿である。金本の名は、室町時代から江戸時代を経て、現代にまで続いているが、そのうち二代目を特に、孫六剣元と呼ぶ。関の孫六の名でもよく知られる。なお、孫六は、金本家の野豪である。 高大剣元には、マコロクなどとかな文字で名を切る者も,もある。古東最上作にして最上をわざもの。末席者を代表する投稿の一人である。泉守金貞と共に名を知られる。美野山阿弥派出身。二代目金元が著名で、英章の頃に、初代金貞のもとで修行し、その息子二代目金貞と兄弟のちぎりを結んだという伝説もある。戦国時代に、 武田信玄、豊臣秀吉、黒田長政、前田利政、青木一茂など多くの武将が博士し、実用性を持って知られる。特に、青木一茂所持の青木剣元は、朝倉家の間柄直隆を打ち取った刀として、前掛け伝来の二念仏剣元は、体を切られた人が念仏を二度唱えて死すなど、切れ味で著名である。二代目金元以降、現代まで門跡が続く。 作闘期間は、大英3年2月から天文7年2月までの年季作が認められる。マゴロクという縁起の良い名から、マゴロク種、マゴロクセンベエ、マゴロク温泉、映画、時代小説等々、マゴロクにあやかった名称は数多く、また、日本の刃物の代名詞として、ドイツのゾウリンゲンと2分するほど海外で知られている。三島事件の際、 三島幸夫の解釈に用いられた一振りは当時は、関真五六であると言われたが、実際は、元禄時代の刀という説もあり、これが事実ならば広大剣元の作である。三島はこれを軍刀ごしらえにして所持していた。ありがとうございます。